ございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。すごいテンションですね。ああ、もうなんかサイモンがテンション高いからさ。サイモンのテンションすごかったな、朝からね。うん、はい、おはようございます。あ、キーちゃん見てくれてる。ありがとうございます。おはようございます。先週に続きキーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで始まりました。はい、おはようございます。はい、今日はですね、はい、いつもと、はい、ちょっと違いまして、内容が、はい、テレフォン賞金をいつも通りやります。はい、で、クイズを、はい、独断クイズやらないで。やらないの？やらないで、はい、今日はゲストが来てますんで、はい、ゲストとお話しするということで。なるほど、はい、っていう感じでやっていきたいと思ってるんですけど、はい、どうでしょうか。あ、テレフォンショーキングと別にゲストがもう一組いるんですね。そうです、そうです、はい、なんで今日はゲストとゆっくりの会にしようと。そうです、そうです、はい、わかりました。乾杯しますか。乾杯しますか。俺がこの辺にいないと多分入りきられるんだよね、多分。ここでいいね。やっぱこっち寄りだよね、やっぱね。うん、まあいっか。うん、おはようございます。乾杯しましょう。あ、ケンキさん、おはようございます。ケンキさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。あ、川瀬、おはよう。川瀬しばく。しばくの川瀬は今大阪でね、はい、一人で研修行ってますから。あ、本当ですか。はい、というわけで今日は11月18日ですね。はい、あ、じゃあ1月18日ですね。1個多かったですね。はい、1月18日、今日も1日皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ僕らもやらせていただきます。行っちゃいます。皆さん一緒に乾杯。乾杯。はい、っす。ああ、入ってなかったっす。入ってたね。入ってた。入ってた。今日は今日は入ってたね。さ、それさ、缶チューハイでさ、うん、あ、坂間奈が、うん、久しぶりのリアルタイムで。そうそうそう。昨日ね、俺が言ったの、坂間奈。最近見ないねっつって。最近見てねえなっつって。うん、最初あの視聴者数が見える感じにしてもらってもいいですかね、斉藤さん。あ、そうです、あ、そうです、そうです、あ、そうです。テンションが違うんですよね。グレープフルーツでいい。あ、なんでもいいっす。オッス乾杯。マーク紙袋。あいつまた名前変えてきやがって。なんで男梅なかった。男梅1本しか入ってなかったよ。なんで。 あっちにいっぱいあるんだ。うん、これ氷結は、うん、この後のゲストの、うん、この後の後のゲストの、うん、リクエストだから。あ、そうなの。これなくしてると、なるほど、消費者いけないんだね。なくしてると怒られるんですよ、あの人デザインで。俺緑配にしよう。うん、それ緑配にしとけ、緑配にしとけ、うん。ではですね、はい、もうあの早速、はい、そうですね、テレフォン賞金始めましょうか。はい、どうやら斉藤さんが、はい、VTR 作ったみたいなんで。おお、なるほど。いや、あれ再生できません。あ、再生できません。ません、うん、生声でありがとうございます。本当にもうレインボーブリッジ封鎖できませんみたいな。本当だね。みたいな感じで言いましたね。本当ね、うん。事件はスタジオで起きてるね。本当に。ね、あの人何言ってんでしょう。今日のテンションね。はいはいはい。じゃあですね。はい。じゃあ口で説明しましょうか。はい。一応テレフォンショッキング。はい。テレフォンショッキングじゃないです。テレフォンショーキング。うん、テレフォンショーキング。似てる。似てるね。はい。ね、誰か似てるんですかね。うん、で、ね、タモリさん、はい、ロードトゥタモリということで、はいはいはい、タモリまでたどり着けるかどうか。そう、はい、普通のね、まあ、一般人からスタートして、そうそうそう、何年間も電話でゲストを呼び続けたタモリさんを今度は逆に電話で呼ぼうぞ、呼んでやろうとね、うん、はい、そういうコーナーでございます、はい、はい、うんちきたな。 で今日は、はい、タモリさんのわけなく、そう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 、はい、先週のね、先週の、はい、天界から舞い降りたネズミ、はい、ユーロ、そう、メイドさんのね、メイドさんのね、はい、そのか東池袋にあります、はい、メイドカフェ&居酒屋、はい、大和なでしこのユーロちゃんから、はい、のご紹介で、すごいね、そのお店の、はい、オーナーに、はい、はい、オーナーに今日来ていただきました、はい、はい、それでは早速呼びましょう。ましょうか、はい、どうぞパパさん。パパどうぞ。おーい、おー、パパ、パパ、パパ気合入ってるな。これちょっと狭いですけどね。ありがとうございます。はい、この成人式だったんですか。いや、今日はですね、はい、僕タモリなんで。あ、タモリ、タモリそんなのつけてない。失礼しますね。あ、おはようございます。今日はあの布団の営業に来たんですか。そうですね、これ、うん、西丸さんの、ね、うん、羽毛を使わせていただいてて、あ、割と高級品なんですよ。西丸さん、ありがとうございます。お酒、はい、
お酒飲まないね。飲まないんですよ。ない方が嬉しいんですけど。ない方が嬉しい。まあ、それなんかお茶、お茶とかコーヒーとか。ああ、じゃあお茶いただいてよろしいですか。お茶を。すいませんね。はい。すいません。じゃあ、緑茶、ウーロン茶、ジャスミン茶ありますけども。ジャスミンにしましょう。ジャスミン茶を一つお願いします。はい、ジャスミン茶、はい、お願いします。ああ、斉藤さんが動いてくれるんですね。キャー。お風呂に、お風呂にシャンプー入れるの、おグラスを。すみません。あ、そのままで大丈夫ですよ。絵的にね。店長さん。あ、絵的に。絵的によくないですか。なるほど、なるほど、なるほど。はい。まあ、いっか。はい、どうぞ。ありがとうございます。パパ来たーって。パパ来たーっつって。氷が向こうに。あ、こっちあるよ。あります。あ、ありますね。あ、すみません。あ、そうそうそう。あ、よろしいんですか。すみません。もちろん。一応、パパというランクで、はいはいはい。いるじゃないですか。オーナーのパパって呼ぶっつって、はい、お客さんを兄様、はい、姉様。あ、そうですね。はい。でもなんかあの前回こう説明された時にそんなコンセプトだったっけみたいなところがちょっとあったんですけど、ありましたね。はい、いや僕がそんなコンセプトを作った記憶がなかったもんですから、うんうんうん、あ、そういう解釈を皆さんなさってるのかな、いつの間にかそうなっちゃったんだみたいな。そうなんです、そうなんですよ。あ、そういうことなんですか。はい、いや本来僕がパパって呼ばれてるのは、はい、あのもう一人昔働いてたキッチンがいましてですね、はい、そのキッチンがあの洗濯と掃除と食事を作る担当なさってたんですよ、うん、はいはいはい、それでそいつがママって呼ばれ始めたわけですよ。なるほど。で、まあ、まあママですね、はい、でお前ママってことはこいつパパじゃねってキャストに呼ばれ始めて、うん、あじゃあパパでみたいな感じになったのがまあ始まりだったんですけど、なるほど。で、はい、ママとパパがいるからいつの間にか兄様姉様になっちゃったの。あ、あの兄様姉様って本来はあの、うん、京都でいうお客様のことらしいんですよ、うん、あの男の、はい、お客様兄様、まあ、親しみを込めて兄様って呼んだり、うん、あの姉様って呼ぶんだよって話を、まあ、ちょっと和食の店にしようっていう昔あの魂胆があったわけですよ、うん、あの見事に失敗したんですけどね。はい、あ、すいません、お疲れ様です、はい、お疲れ様です、よろしくお願いします。お願いします。結構喋れる方なんだね。そうそうそう。いやいやいや、緊張してます、緊張してますよ、緊張してますよ。はい。でも本当はあれだよね、はい、この羽のことをもっといじくった方がいいよね。いや、せっかくつけてきたんでね、うん、ちょっといじられるために、ね。いやいや、はい、はいはいはい、はいはいはい、どこで売ってるんですか。まあね、新宿の某店と申し上げた、ね、あ、新宿、はい、新宿だと言ってるんです、ね、わざわざ新宿まで買いに来ましたからね。はい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 、はい、今ストローどっから出てきた。今何気なくピュッと袋からストロー出してプツッと刺したけど、今袋使います。あれ、あ、これ使います。あれなんですよ、今日ね僕顔面を1万5000かけて構築してきたもので、うん、グロスついてるんですよね、うん、でちょっとグラスに悪いかなと思ってストローを先に入れておこうと思って、ね、1万5000円かけて顔を作るとかできるの。いや、作りました。もうこの綺麗な顔、そうです、化粧です、化粧してもらえる、はい、化粧1万5000円で、1万5000円と部屋面も含めて1万5000円。ああ、そうか、髪型もか、はい、すごいねそれ。池袋の某店がありましてです、ね、すごいね、なんかそんなことまでしてくれちゃったの今日。なんか帽子かぶっててごめんなさい。俺適当でさ、申し訳ないんだけど、前回張り切ってくるんじゃないかって予想されてたんで、本当に、いやもうね、はい、ちゃんと上から下まで全部ビトンできてるんで、今日も。うわ、そうなの、もネクタイも、あのワイシャツもビトンできて、はい、全身で200万ですね。バッグもビトンだったもん。バッグもビトンだったもん。バッグも、携帯のあれ、カバーもビトンで。そう、はい、何よ。そんな儲かるの？その。それがですね、まあ、お客様が見てる中でね、ちょっと言わせてもらうのもあれですけど、はいはい、まあでも、皆様に愛されてね、そうだね、やらせていただいてるんで。フランチャイズやろうかな。名古屋で。なんかさ、はい、みんなこっち来た方がよくない？もうちょっと、あ、うん、ちょっと言っていいですか。そうそう、なんかあの前回のユーロの時の絵面と全然違う感じになってますからね。まあしょうがないんじゃないですか。うん、はい、ドフラミンゴって言われてる。あ、ドフラミンゴ、うん、よくご存知、ね、さっき言われた。多分2回目なんですけど、お風呂にシャンプーを入れるのはやめようって言ってますよ。しげ、うん、さんが。何なんですかね、しげさん。しげさんじゃないですよ、しげるさんですよ。お風呂にシャンプーを入れるのはやめよう。入れるんですか？いや、お風呂にシャンプーを入れるのは、それなんか無茶ぶりの類なんですかね、それもしかして。そんな話は全くしたことない。僕の中では、はい。あの、泡ブクブクにしたくて、シャンプーを入れてシャワーでビャーっと泡立てて入ってるとか、そういう話があるわけでもない。ああ、ないですね。ない、はい、でだから、ね、シャワーでジャーってやらないと泡立たないでしょ。そう、そうですね。お風呂にシャンプーは入れてません。はい、白いフラミンゴ。ドフラミンゴですかね、はい。某アニメの某キャラクターですかね。うん、ああ、アニメのね。ヤルオさん、ヤルオさん。やっぱりその、何ですかね、あの、メイド喫茶の人とかって、はい、アニメ詳しいですよね。はい、その話。あ、でも、半分くらいですよ。実際、アニメ
とかに詳しいように思われますけど、うん、割とそんなことないような気がしますよ。メイドさんも僕らみたいなの来ますよ。来ます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 。なんで来たのみたいな、まあ、メイド喫茶的観念からしたら、なんで君たちはメイド喫茶に来てるんだいみたいな方もやっぱ思われるんだ。はい、います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 。ちなみにこの結構な、結構たくさんの、まあ、すごく宣伝、パパが宣伝してくれたんでしょうけど、すごくたくさんの方がコメントしてくれてるんだけど、はいはい、これ あくまでもメイド主体のお店じゃないですか、はい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 、主人公は、まあ、メイドのさんたちじゃないですか、はいはいはい、でも、ね、結構ファン持ってる ね、 そうだね。結構前に出るタイプのゴールキーパーだね。見てきて、うん、見に来てね、いただいてる方々に言うのもなんですけど、うん、彼ら彼女たちは多分僕は煽りに来てるだけなんですよね、うん、ああなるほどはい、確実に煽りに来てますね。あまり前に出すぎるとループシュートでやられますよね。そうですね、ほらカルツ君あたりなんかほら池袋のオタゲープレイヤーといえばとか、なんかほら煽りに来てる感じがありますよね。なるほど、はい、ね、首にしないで、あ、キャストですね。あ、キャストも見てくれてるんですね。見てますね、見てますね、はい、在籍っていうか女の子は何ぐらいいるんですか。数だけで言うと20前後くらいですかね。はい、常に入ってる子は、常に箱は20席くらいしかない、ちっちゃな店なんですよ、うん、はい、なんで常に立ってるメイド高くて、多くても5人くらいですかね。うん、でもいっぱいいるときは10名超えることもありますよ。へ、たまにお客さんの数よりキャストの数の方が多かったりしますし、ね、別にみんながみんな展開から迷ってきたわけじゃないんでしょ。はい、たまに展開から来る子もいたり、たまにあのなんだ猫の星から来たり、あ、なんかよくわかんない、なるほどね、僕もよくわかんないんですけど、ね、そんな感じの子たちが、そんな子採用しちゃダメだよいやあのね、いやそれがあの面接の時には人間の皮かぶってる。あ、なるほどねでも展開から来た人をさ、うん、こんな時給で雇っていいの。それの、ね、一応ご説明申し上げてるんですけど、うん、ちなみに時給じゃなくて、うん、うちのマカロンを渡してるんで。マカロン、マカロンです。マカロン、マカロン、あのおしゃれなあのマカロン、うまくないやつだ。そうです。あ、まあたまに甘いんですけどね、うん、あの中身が結構甘くて美味しい時もあるよっていうマカロンを、ね、あの提供してるんですけどね、はい、月ど何マカロン、5マカロンぐらいもらえるんですか。30マカロンぐらい稼げるんですか、稼げる子は。あ、いやどうだろうな。まあでも天井はないじゃないですか、うん、その頑張れば頑張るほどっていうシステムがあるんじゃないですかね。あ、なるほどね、はい、頑張れば頑張るほどマカロンです、はい、50マカロンの人もいるんじゃないですか。じゃあ、あ、いるかもしれないです ね、もしかしたら、ね、50マカロンだったらすごいよね。俺が欲しいわって話ですね、本当に部長クラスですよ、ね、あ、確かに、うん、はい、もうそのうちみんなあれだね、もう 50M だとか言い出したらマカロンって言わないから、もう 50M で約し始める、うん、そのうち50万っていう、うん、そうだね、受けるマカロン、うん、面接で採用する基準は何ですか。面接で採用する基準、そうですね、でもやっぱお客様に、うち会員制なので、うん、はい、今いる方々が不快にならなきゃいいかなみたいなところがあるんですけど、あ、なるほどね、はい、そうですね、それが一番かなってところですかね。やっぱお客さん大事にしたいなっていう気持ちでやらせていただいてるんで、うん、茶色いマカロンめっちゃ受けてるけど、茶色いマカロンなんですか。うち多分名前出していいと思うんですけど、うん、うち渡辺ルンルンっていう女芸人さんがいらっしゃってですね、うん、その方が某ゴールデンタイムの番組で、はい、僕の店でマカロン1000個をお給料としてもらっているんだって話をしたときに、うん、まあ、お手洗いの話になったんですよね、うん、お手洗いは通称お花畑って申し上げて、はい、なるほど、そのお花畑で何出してるのって話の時に、茶色いマカロンを出すんだってお話を、うん、渡辺ルンルンさんが、ね、ね、おっしゃいまして、はい、そっから、そっから、そっから来てる、ね、茶色いマカロン、ね、通称茶色いマカロンになってますね。給料もマカロンで、はい、でマカロン食って茶色マカロン、はい、マカロンそのまま出てくるんです、ね、トントンだね、はい、色変えて出してくるんで、うんうん、トントンだ、うん、50万ペリカ、あ、ペリカはあれ地下だからね地下の重労働の人たちだからあれは、うん、マキロン、あのツイッターやってるじゃないですか、はいはいはい、あれで宣伝してくれたんですか今日。ああ、しました、しました。あと LINE で上から順番にいろんな人に送っておきました。出るから見ろけよそうです、そうです、ありがとうございます。だってもう先週あのユーロが来週のゲストパパって言って、もう、はい、まだ放送が終わる前にもうツイッターでつぶやいてたからね。あ、そう、はい、はい、まだ放送が終わる前にもう即ツイッターでつぶやいてたやる気、やる気ある、うん、そうなんですよ、もうやる気しかない状態で、うん、早かったもんね、うん、俺も後からすぐチェックして、うん、気合い入れてきそうって言われたから気合い入れなきゃみたいな、もう、はい、あれこれまだ放送終わってない時間だそうなんですよ、うん、ね、歌うまいでしょいや、うまいっていう風に自分で言ったことはないんですけど、低い声が響くね、ちゃんとね、うん、ああ、ありがとうございます、はい、ね、
まあでもカラオケもね、あの、うん、昔音楽やってたんですけど、やっぱね、あの、お金を稼ぐのはやっぱ難しい話だなと。ああ、まあまあ話で、あの、退いて、はい、あの、やっぱりもうカラオケとかやっぱ行くようになるじゃないですか、はいはいはい、音楽の世界やめてしまうと、はいはいはい、でカラオケに行くと女の子が、え、歌うまくないって言ってくれるのをが喜ばしいがためにまた歌の練習に通い始めるくらいには、ね、歌の練習はちゃんとしましたよ、はい、俺もうその一言、その一言だけでもう、はい、45歳まで歌い続けられるもんね。わかります。本当にわかります。俺その言葉だけでご飯3杯くる。いやわかります、ね。白飯3杯くる。わかりますね。ああ、そう。はい。その日の、あの、その後のコース何もいらないくらいの、あの、気合入るじゃないですか。あのね、なんか不純な理由で音楽やってる方多いと思うんですけど、この3人もそうだったんだな。いや、大体、ね、そっちが、じゃ違うんですよ。うん、最近歌い手の人とかいるんですけど、うん、はい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 、純粋に音楽が好きだとか、うん、あ、歌が好きだとか言うじゃないですか。はい、違う、モテたいから始めよう。こっちがね、そうそうそう、正解なんです多分、うん、モテ。でもね、大体僕の経験上、あの、歌い手さん、うん、楽器弾く人は別ですよ、うん、あの、楽器持ちは別なんですけど、うん、はい、歌い手はね、大体スケベですから。いやー、本当にそうですよね、大体スケベ。だから、はい、モテたいから歌始めるっていう方が正当ですよ多分。いやー、本当に、うん、そう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 、ね、まあ、モテたい、目立ちたいとかじゃないですか、うん、基本的にやっぱ人気者になりたいとか、うん、いや、僕だって、あの、この目立ちたがり屋な心をどこで発散すればいいのか分からなくて、うん、こう音楽の道にたどり着いただけの話だったので、はいはいはい、今はこういうね、羽つけてね、ネクタイつけて、もうそれがね、一番正直な、あの、普通の答えですよ。いや、本当にそう思いますよ、うん、俺は本当に心から音楽を愛して歌を始めたけど、はいはいはい、不純だねじゃん。そう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 、うん、もうね、面白い。今日はね、うん、慎吾君、お、時間通りにことを進めようかなと思って。お、すごいじゃん。予定通りに。すごいじゃん。はい。そんなことできるの？あの、今日はね、やってやろうと。お、はい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 。お友達を、お友達紹介ですね、はい、紹介してください、お願いします。なんか、あの、噂によると女の子欲しいっていう話だったんで、はい、あ、僕はね、もういつでも女の子欲しい、はい、ちょっと女の子行ってみようかな、すぐ欲しい、はい、すぐ欲しい。スピーカーにすればいいですか？あ、スピーカーにしてください。はい、はい、もしもし、もしもし、男ですね。あ、マネージャーさんですか？あ、はい、そうです。あー、買われます？今ちょっとですね、あの、撮影中で難しいんですけど、はいはいはい。いいと思って伝えてるのを、はい、じゃあ、あの、いいと思って感じでよろしいんですかね？なんとなく小芝居の香りがするな。どうやら、うん、どうやらなんかちょっと小芝居の香りがするな。よろしい感じですか？なんだろうな、鋭いね、キューさん鋭いね。俺、鼻はいいからね。ありがとうございます。鋭いね。ついでにマネージャーさんに何か質問とかします？マネージャーさん、来週出てくれますか？マネージャーは行かないですね。マネージャーは行かない。行かないですね。はい。でもマネージャーさんも一緒に来るでしょ、でも。はい、そうですね。一応行きます。ああ、よろしくお願いします。一応、じゃあ、あの、マネージャーさんからもらった方がね。うん、ああ、そうですね。はい、一応代役でお返事だけいただいていいですか？あ、はい、はい、じゃあ来週の木曜日来てくれるかな？いいと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。電話切ります。すいません。はい。なんだろうな、小芝居の香りがするな。おで、小芝居。おで、で、はい、結局誰が来るんでしたっけ？あ、あの、そうですね。ご紹介しないといけないですね。はい、そうですね。まあ、夏目かなたという、あの、AV 男優の方です、ね。男じゃねえか。おいやー、そこ、それがですね、かなり有名な、あ、女性向け AV の AV 男優なんです、うん、ほうほうほう、はい。女の人が見るような。はい。あ、なんならもう、Q さんも美しいってことだよね。そうです。Q さんも、慎吾さんも、多分男であっても抱けるレベルの綺麗な顔ですよ。僕、男は抱かないですよ。それを多分来週には考えが変わってる。考えが変わってる。あら、そう。あれ、まあ俺はね、よく、そっちだと間違えられちゃうから。そうだね。Q さんね。そう、特にね。そう、向こうも間違えてきちゃう。どうしようか、まあでもね、その方からもしかしたら、次に来るのが、AV 男優のお友達ということはってあるじゃないですか。あるじゃないですか。はい。わおわお。なるほどね。初めて番組中に。うん。モザイクがかかるんですよね。ありえるな。かけられないですね。すごい。テクニック的に。すごい。いいよ、そんな、
そんなことしちゃってもいいの。もろ出しでいきましょう。もろ出しでいきましょう。電話とか出してきちゃってもいい。電話やりましょう。いや、もう相手持ってきてもらいましょう。嘘、うん。やりましょう。はい、ね、じゃあもう、あれだね。交互期待ってことで。あ、そうですね。はい。はい、でも、その来週は、もう一度お名前。あ、夏目かなた。夏目かなたさん。夏目かなたさん。はい、女性向けの AV の男優さん。はい、男でも抱けるぐらいのレベルの美しさ。いや、美しいですよ。やっぱ本当にもう精子も花の香りとかするんですかね。うん、精子は分からないんですけど、花の香りっていうか、もうあれじゃない、うん、行く瞬間もう花なんじゃない、もうなんか、うん、バーってもう、ね、手品師じゃん、うん、彼と3回ディープキスしてるんですけど、あらら、女の子よりは心地いいですよ。本当です。いや、本当です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 。はい、怖っ。怖っ。それ全然普通に言っていいような話。あ、全然いいです。別に僕、ノンケですから、ノンケな上でですよ。ね、別にディープキスしてもいいかなって思えるくらいの、小綺麗ですよ、本当に。怖っ。いや、怖いですよ、本当に。でも、うん、でも女性向けの AV って言ったって、はい、AV だから、はい、それは女性と絡むわけでしょ。あ、もちろんです、もちろんです。だ、目線がさ、はい、女子目線なんじゃないの、やっぱり。はいはいはい。なんかちゃんとコンドームをつけるところの描写とかを映すような、うん、女性が見て高まるような内容らしいです。僕見たことないんですけど、はい、うん、何それ、コンドームつけるところで高まるの。いや、なんか女性はそれ大事らしいですよ。そうなの。男からしたら、いや、何でもないです、うん、もうこれ以上言えないですね。<笑>9歳やべえぞじゃねえつの元気さ。俺はやばくないから。でもパパも美形だもんね。よくそうだね。はい、よくパパ美形。ただ今日僕が美形なのは1万5000円の構築をしてるからですね。いや、でもいつも結構気にしてるじゃない。気にしてるじゃないですか。うん、いや、それは皆さんに聞くしかないですよ。うん、パパはビジネスのんけって言われてますよ。なんだよ、ビジネスのんけじゃねえかよ。彼は煽りです、確実に。あれは煽りです。なんだよ、お前ビジネスのんけかよ、お前。そう、いやいやいや、信用してそうした。めちゃくちゃ女の子好きですけどね。本当？あ、そうですか。はい。すごい垂れ込みだったな、これ。パパ、そうだね、うん、やっぱりかって言ってるよ。パパいつもイケメンだよ。パパ今日は地味だねって。これで地味だったらやばいな、これ以上どうしたらいいんでしょうね。でもこれ取ったらさ、はいはいはい、まあ、普通にスーツだもんね、うん、まあ、せっかくいいスーツなんだから、はい、全身ビトンだよ。ビトンのスーツっていくらすんの。これは4、あ、シャツかっこいい。あ、シャツ、はい、かっこいいでしょ、うん、あ、シャツかっこいい、はい、これ微妙にビトン、まあ見えないと思う。モノグラムのね、モノグラム入ってるかっこいいから、はい、そうそうなんですよ、かっこいい。じゃあ Q さん、これつけてみてよ。俺、うん、俺はね、こういうのはね、似合うんだよね。本当だ、似合うんだ、ね、いそうな感じありますよね、うん、似合うじゃん、はい、これでも長いんで3人でつけれますよ。本当、はい、いつやってもいい。やります、やります。のんけですか。なんだんですか。今の何だったんだ、うん、なんですか。終盤に何ですか、これ。視聴者が喜ぶから。そうですか。いやでもこれ柔らかいね。柔らかい。ふわふわふわしてるんですよね。高いだけあるっすね。ね、全然つかないしね。はい。でも一通り巻き散らしたっていう可能性もあるんですよ、ね。ああ、はい、もうアホ毛をね。そうですね、アホ毛を巻き散らしたんで。はい。三人で仲良く。ってことじゃないし。あ、パパイヤ鈴木ね。あ、つけてるからね。あ、そうだね。いつもイケメンなんで首だけは。ってことはキャストですね。これキャストの煽りですね。みーちゃんそんな危ないの。みーさんは一日一回シフトインの時一日一回首って言われてますかね。あ、そうなんだ。はい、あ、もうじゃあなんかお約束みたいなやつだ。そうですね、そうですね。もうでもお約束っていうよりは割と僕は本気で首だって言ってるんですけど、次の日平平と出勤できた。俺ちょっとみーちゃん気になってきた俺。ノーノーと次の日出勤するんでね。あ、わざわざなんつって。はい。まあでもだいぶ強そうで、メンタル強そうだね。メンタルは強いかもしれないですね。ここで平然と首だけはって言えるところがまた強そうだもんね。そうですね。これ煽りですよね。煽りだね。はい。煽り。普段パパお店にいるんですか。いないときもあるんですけど、はい、基本的にはなるべく行くようにしてます。行くようにします。はい。俺ちょっとパパいるんだったら行きたいな。本当ですか。で、まあユーロちゃんもいるしね。ああ、そうですよね。前回の、はい、ちょっと行きたくなってきた。ああ、ぜひとも。俺もいつでもお越しください。俺も、はい、もう一度ユーロに会いたい。本当？本当。俺パパに会いに行こうかなじゃあ。うん、でもね、さっきね、すごく分かりやすい例えをしてくれた、その料理が美味しい、うん、居酒屋さんでもエイドがさんいると、うん、でイメージとしてはすごく女の子がフレンドリーな磯丸水産だと思ってくれれば、うん、
好きじゃん俺そんな店。いや多分好きだと思う。俺だから俺フレンドリーだね。少なくともうちのスタイルのメイド喫茶は、うん、あの皆さん入りやすいんじゃないかなと思います、ね。うん、はい。ただ入り口で追い出されないように、うん、あの誰かの知り合いだっていうこと。黒人のポーターがいるんでしょ。あの Hey Hey You って言われる喫茶ユーロちゃんが、すごい顔の汚いあの小太りの男が立って追い出されるんで、ああ気をつけよう、はい、どれぐらいマカロン持っていけば遊べますかね。最低800マカロン、800マカロン、最低800マカロンで大丈夫なんで、業界最安値目指して、ああ分かりました、800マカロンね、800マカロンね、はい、800マカロン、ね、はい、円単位だったんだ、俺万かと思ってたよ、いや円です、円なんだ、円なんだね、はい、30マカロンですよ、俺はユーロに会いに行くんだよ。これはパパに行こうかな、まあ、飯うまいよ、うん、なんかみんな美味しいって言うね、うん、いや俺はだってあの、うん、鶏のフルボッコ食べなきゃ、ね、あーそうです、あよくご存知ですね、はい、そうです、フルボッコ、俺あれ覚えてる、ユーロの、はい、おまじないですか、おまじない覚えてますよ、やってみて、美味しくなーれユーロックオン、おーすごいすごいすごい、そう、すごいですね、はい、でもちなみにうちの店来てもやらないですか、やらないらしい、あのコンビニのお客さんが、うん、何それ何それ初見だけどって初見だけどってコメント来てたからね、なんなら僕も初見でした、あそうなんだ、あそんなのあんだ、あったんだ、前の日の夜思いついたんじゃない、そうですね、そんなくらい、それでしたらできよかった、ユーロックオン、おいしくなれユーロックオン、ね、長い歴史の中できっとね、なんか身につけてきたんでしょうね、限界での歴史、なるほどなるほど、パパもオリジナルのおまじない持ってる？やめてくれよマジで、あ持ってるんですね、持ってるんですか、あ今日覚えちゃうかな俺、ちょっとあの最後にそれを、はい、披露していただいて、それで締めましょうか、はい、まあこう最初はねハートハート作って、左、はい、右下後に手をクロスして開くっていうんですけど、はい、僕パパって呼ばれてるんですけど、はい、あの通称ショタタンなんですよね、はい、名前があのなんだショコタンにめちゃくちゃ似てるんで、はい、ショタタンなんですけど、はいはい、まあ、それをねあの自分のおまじないに入れたっていう動きは覚えたんで、はい、あ覚えました、はい、じゃあ僕だけ声できますね、はい、いきますよ、じゃあせーの、おいしくなーれショタタタン、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ一旦コマーシャル。はい。というわけで今日はですね、東池袋にあります、はい、ね、先週のユーロちゃんの働いてるお店ですね。はい。お休止してるお店。はい。はい。メイドカフェ&居酒屋の大和なでしこのオーナー、パパさんが来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあコマーシャルいきましょう。お願いします。池袋東口を出て徒歩5分。ボイスサンプル、ナレーション、ボーカル収録が3500円から。当日受付 OK。スタジオ内見学 OK。あ、そうだ、スタジオシグナル行こう。はい、というわけでですね、はい、ありがとうございます、パパさんが、はい、結構あれやっぱりあれだね、前の方、前に出る方のゴールキーパーね、ゴールキーパーだね、ゴールキーパーだね、あれは前に出るタイプ、おまじない持ってんだもん、いやでもね、思ったより喋りやすかったというか、もっとおっかない人来るのかなと思ってた俺、あそのメイド喫茶のさ、うん、オーナーなんてもうね、うん、まあね、それはあれでしょ、だからなんか事務所で、うん、事務所でなんか電話に出たりとか、うん、売り上げの報告だけ待ってるようなオーナーでしょ、うん、そう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 、違うもんお店に出てるもん、あそうだね、偉いね、出てる、偉いね、やっぱりね、ファンも持ってるし、はい、おまじないも持ってるし、あ、はい、煽ってんな力よ、うん、はいはい、というわけで行きましょうか、はい、行きましょうか、今日ははい、テレフォンショーキングとは別にスペシャルゲスト、スペシャルゲスト、特別ゲストということでですね、はいはい、お願いします。はい。じゃあ、まずは、はい。日本麻雀連盟、プロ、日本、プロ麻雀連盟。最高戦日本プロ麻雀協会。はい、そうそう。それの、佐藤和美さん、どうぞ、はい。佐藤和美プロ。佐藤和美プロ、どうぞ。それからですね、はい。インスタントジョンソン。いいんですか？はい。はい。の、ジャイさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お前もかっつって詰めて詰めて、すいません、ありがとうございます。
いやたまたまちょっと前の人と被っちゃったね。そんなことあります？いや、びっくりして発想かなと思ったんだけど。そのアイテム被ることありますか？びっくりしました。この感じ一緒っすよ。いや、本当ですか？はい、そんなにメジャーなアイテムじゃないけど。そうなんです。被っちゃって恥ずかしいですけど。はい。はい。関さん、もうちょっとそっち、関さん行きますか？じゃあ、ちょっとお尻上げてくれる一回。一回見ましょう。はいはい。全然怖い。俺、判決だよ、もともと。入れた方がいいね。4人でなかなかないんですか？そうなんです、そうなんです。1回やったんですけど、はいはい、俺もうあれ太ももしか入ってないよ。 俺片方太ももしか入ってない。いいですか？お酒やない。俺もお酒やない。氷結でいいですか？はい。もう絵面がね、もうマリオとルイージみたいでなんかちょっと可愛いんだよね。あーあー、そうですね。俺のこと言ってます？そうそう、2人のこと。この2人でマリオとルイージおかしいでしょ。ありえない。ピーチ姫が、ピーチ姫、ピーチ姫、マリオとクッパみたいな感じじゃないですか？なんでクッパって、まあ近くで見るとね。なんでよ、この間近くで見たじゃないですか。近くで見たお久しぶりでございます。お久しぶり、ありがとうございます。いや本当にね、お久しぶりっていうか、まあ2回目なんだけどね。2回目なんです、まだね。まだ2回目。そうなんですよ。もう初対面で朝まで飲みましたからね。そうだね。飲みましたね。これ大きいな、ジョッキだから。ああ、そうか。まあいいや、とりあえず俺飲んできてるから。あ、そうなんですね。飲んできてる。はい、よいしょ。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。お疲れちゃん。お疲れちゃん。お疲れちゃん。ありがとうございます。うん、もちろんですよ。すごい、結構見てる人いるんですか？これ今んとこ177ですね。そんな見てるんだ。今オンタイムでは、今オンタイムではこんだけですね。はい、すごいすごいすごい。いや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 、びっくりしますね。もう本当にすいません。これはでもあれでしょ、その池袋の飲み屋さんの人を紹介する番組なんでしょ？うん、いや別にそういうわけでもないんです。全然違いますね。あ、違う。全然誰でも、誰でも、あの見えない、誰でも来ます。いや、ちょっとこの距離は見えないね。俺メガネかけない、うん、見えない、見えないね。コカレロ、コメント全く見えないわ。コカレロテキーラでしょ？羽は新宿のですか？そうなんや。多分そうだと思います。今日買ったばっかなんだけど、うん、本当にさっきもうちょっとじゃあこっち来れます？こっち来れるよ。はい、なんでまた行かないと。間入ります。入ります。あ、どうする？それ椅子をさ、一気にこっちにやっぱり戻して。戻す、戻すの？戻して、俺これに座、はい、俺がこれに座ってそっちに行けば。そんな狭かった？そう、そんな狭かったですね。ここに座れば判決状態。ああ、判決だもんね。ちょうど、はい、あ、ちょうどいい感じ。あ、いい感じじゃないですか。いい感じです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カメラどうだ？なんかもうなんかジャイさんがここに映ってるのをこうやって見るのがなんか変な感じですね。そうですね。僕も変な感じ。本当ですよね。この間ね、勝ったんだよ。え？麻雀。僕見ましたよ。そう。あの決勝で土壇場でスワンコ、スモ上がりしたやつ。スリアロトーナメントね。もうあれ、もう感動しましたよ、あれ。いやいや、でも最後ね、もうオーラスでやっぱもう。二人、押田さんと山本さんがもう、はい。そう、あの、極楽トンボの山本さんで。山本さん、いっちゃだったんですよ。はい、ね。さあ、あの、その、ハンちゃんはね。そう。で、あの、最後俺がスーアンコ積もった時点で、はい、あの、山本さんが、トリプル役満積も条件なの。ああ。要は優勝するにはね。はいはいはい、はい、はい。で、押田さんっていう、はい、あの人は最高位？ミュウ、マージャネーゴ。ミュウ、ミュウ、そう、マージャネーゴ、その、代表さん。押田さんっていう人は、トリプル役満、ロンっていう条件なの。はい、これもほぼ条件ないと一緒なの。無理だ、はいはいはい、うん、無理無理無理。だからもうオーラスの金子さんが、うん、とにかくまあやりたい放題っていうのね、はい、で俺はとにかくもう上がるか、はい、あの金子さんが脳天に終わらない、流れないと終わらないっていう状態で結局7本場まで行って、はい、最後7本まで、そう、最後だけ、ね、う、最後だけで45分ぐらい、最後だけで長くない？そうだよ、テレビなんかしょ、でどん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 やっぱ追い詰められてるわけよ。もうでもまあまっすぐ行ってなんとか逃げ切ったけど、まあ苦しかったですね。あのどんどん入っていくのがね、こうね、YouTube でこう見て、わ、また入った、あ、また入った、YouTube ね、また入った、そうなの、テンパったみたいな、持ってんの本当、ね、本当持ってる、実現だ、そうそうそう、数アンコをテンパったんだけどね、イーシャンテンの時点で5枚行きなの、はい、それもやばいね、やばい、やばいね、なかなかないんだけど、でもなんとなく感覚でわかんの、まだ残ってるなっていうのはわかんだけど、でまあ、つも数アンコ。つもつもさん、そうそうそう、エイシャンテンの状態で5枚引きとかは結構ない、ないよね、うん、で最高で6枚だから、うん、
だって2枚ずつ使ってるから、ね、大抵スザンコの時ってあと1枚あるかないかみたいな。そう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 。テンパらないパターンの方が圧倒的に多い。うん。で、その1個シャアなんだけど、シャア1枚切れでもう誰もいらないわけよ。うん、だからもう、まあまあ、確実に山に残ってるってわかるじゃん。で、残りの E1 さんはまあまあ残ってる感じはしてて、まあ3万積もって、で、テンパった時点で3枚いき。はい。でそれもやばいね。それもやばいでしょ。それもやばいでしょ。うん、それでまあまあなんとか。大体ね、1枚とか。1枚だよね。1枚山にいますからね。そう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 。それでまあまあなんとか自分の山にいて、それでまあ優勝。あ、スリアロー優勝、おめでとうちゃん、おめでとうちゃんって。ありがとうちゃん。ありがとうありがとうちゃん。ありがとうちゃん。でもね、3回連続決勝行ってたんですよ。へぇー。それでまあまあ、優勝できなくて、やっとなんで、まあまあ、ちょっと良かったかなっていう。結構飲んでますね、今日。今日飲んでる。結構飲んでます。え、ほんと違うこの間と。テキーラ飲まされてる。そうなのそうなのよ。今日、もう、朝6時半集合で、はい。で、静岡までロケ行って、で、そうだよ。で、富士山帰ってきて、で、なんか、ちょっと打ち上げやるからっつって、はい、浅草で打ち上げやって、はい、で、飲まされて、で、ここ来てるから。いらっしゃいませ。結構ね。いらっしゃいませ。ね、そうなんですよ。ようこそ、キスシグナルへ。はい。どうなんですか、氷結でいい？いや、氷結でいいよ。じゃあ行きましょうか。あ、じゃあ行きますか。うん、で、そこね、浅草の、トン、トンテキ元気っていう。トンテキ元気っていうとこ。あと、なんか1階と2階があって、浅草ちゃんこばっていうのと、トンテキ元気っていうのがある。おいしい。めちゃくちゃうまい。これはぜひ行ってほしいんだけど。浅草に？浅草。これがね、トンテキの豚のね、はい、まず刺身みたいなのがあるわけよ。へぇー。厳密には刺身みたい。トンテキでお種類ステーキでしょ豚の。ほんとはね、トンテキ。それのね、刺身みたいなのもあって、俺初めて食べたんだけど、美味しかったし。で、ハンバーグも美味しいし。で、ちゃんこも美味しいの。あれ行きましょう。あれ行きましょう。ちょっと行きましょうよ。いや、ぜひぜひ。相当美味しいんで。ぜひ。ここは。じゃあ改めて。改めて。えぇー、じゃあ。はい、じゃあ。かずみちゃん、今日お疲れ様です。ありがとうございます。あ、今日はあれだったでしょ、なんか大会だった。ゆか富士、はい。ありがとうございます。あ、ちょ、宣伝していいですか、一個。あ、いいっすよ。どうぞ。2月11日に、池袋でライブやるんで、ぜひ来てください。ライブって何？ライブって何？何のライブをするんですか？歌うの？いろいろあるじゃん。バンド。バンド？バンドやってんの？そんなことやってんの？コピーバンド。そんなことは初耳なんですけど。庄屋？庄屋？庄屋？声見てる。見た目。つばち？つばち。X のコピーバンドやってね、パートは？ボーカルとピアノ。あ、ピアノできんだ。ピアノできんの？すごいね。すげえ。めちゃくちゃ音源いいんで、ぜひ。へぇー。でも X のコピーなんて相当難しいね。できないでしょ。そうなの。難しい。飲み足りないんじゃないの。反応が、反応が。これ、チクチクするの。あっしゃい。これチクチクするの。やだわ。いらねえ、これ。やだ、後で捨てよ。捨てない。反応じゃない。いや、ほんとにギャンブラー、ね、ギャンブラーのジャイさんですけども。太陽さんがジャイさんのことをめちゃくちゃ調べたらしくて、ああそう、あのあと彼の調べ癖があるんです。調べるってこの人何言ってんの。まあね、リサーチもね、リサーチも兼ねて。でも僕正直関さんはめちゃめちゃ麻雀やるタイプ。僕正直麻雀は全然ダメなんですよ。もうど素人なんです。なるほどね。だってほら妹が私アキラちゃんね、あれだもんね。でも僕競馬はちょこちょこ好きでやるんで。マジか。はい。競馬ちょこちょこやるんで。まあ最近ちょっといいとこなしなんですけど。ツイッター見たけど、はい、ジャイさんの、何々の予想お願いしますっていうコメントすごくないですか。すごい。そうなのよ。中京の何レースの予想お願いします。年末も東京大賞典の予想お願いします。ジャイさん何だと思ってる、あの人たち。何のメリットもない。でも、答えてるよね。でもちゃんと答えてる。わかりましたって、20丸、黒三角、白三角で全部。でさ、俺ね、番組でもやってるわけよ。で、お前らそっちを見ろよって。そういう意味で。何手抜いてんだって。だからダメなんだと。そういうところ手抜くやつだから勝てないんだって、俺は思うわけ。すごいね、めっちゃ新聞めっちゃ見てからね。まあまあ、ちょっと。でも、ね、
ジャイさんのコラムを見て、うん、ウィン5取れました。そう、痛い痛い痛い。しかも、しかも1点買いで。あのね、うん、あ、競馬やるから分かるでしょ。はい。1点でウィン5なの俺聞いたことないよ。はい。あ、ね、この間ですよね。そうそうそう、うん。ツイッターで見た。100円だよ。ね。100円が33円。はい、はい、はい。やりません、競馬。はい。ウィン5を100円で当てると、どれどんな感じになるの？まあ、その時はまあ30万ぐらいだった、ね。30万にもなの？でも100円だよ。100円が30万になるの？だってさ、単純計算で5レースの1着当てるわけじゃん。うん、はい。10頭立てたとしても、10の5乗だからね。はい。そうですよね。わかんないよ、はい。計算がわかんない。いや、わかんないよ。とんでもないよ。わかんないわ。とんでもない額、うん、とんでもない確率なわけよ。はい。それを1点で当てるって、もう本当に。1点で当てて言ってあげたんでしょ？だって。俺が予想したのを参考に、のうん、あのその人は買ったらしいんだけど、なそれ100円で当てるって俺は聞いたことないから、うん、ある意味すごいな。ね、だからそのウィン5とかいうのは多分あれ分かんないけど、うん、もう1万円とか買うんでしょ？ 10 個とか100個とか。買う。俺らもう5万とか。5万とか買う。そうでしょ。買って、その中で1個当たれば、300万ぐらい当たったんだよ。え？は？俺最高は4400万当ててる。どういうこと？家が建つじゃん。4400万当てて、その後それにその前に3000何百万も当ててる。あのその前に、ね、最初は3700万で、はい、その後4400万、はい、1年後ぐらいに。そうだからそのウィン5にすごいじゃん。ウィン52発で8000万。あ、でもその分1000万ぐらいかけてるんでしょ。かけてない。俺ね、そんなかけないの。弟子入りしようかな俺。やめてほしい。そんな欲深いやつ。もう俺お金のことしか考えてないですからね。全然先週ね、俺あんま言ってないんですけど、はい、まあ、あの、そんな見てないからあれですけど、うんうん、言いますけど、はい、先週の土曜日に、はい、過去最高配当、はい、3連単、自分の中で、はい、を当てまして。100円かけるといくらぐらいなんですか？ 100 円かけると、28,800 倍なんで、288万円100円で200万。280万。それを300円、200円、300円貸した。300円。それ言うつもりなかったのになんで。すげえ、600万じゃん、すごい。なんでだよ。どこですか？中山ですか？その中山6です。300円だからかけてんの。すげえ、3倍でしょ。だから200万の280万だから、ね、あの私のは800万ぐらい。800、すげえな。それフォーメーションですか、買い方は。ね、二等軸の、まあ一応フォーメーションなんだけど、二等軸のマルチ、マルチじゃない、俺の本命馬が1、2着、はい、固定で、はい、買ってて、へえ、びっくりした。行っちゃダメって言われてますよ。だから C で C で。でも言うつもりなかったんだから。いや、いや、本当に付き人やりたいよね。俺も付き人やりたいもん。すごいよ、目いいね、うん、俺コメント全く目いいね、うん、俺付き人やりたい俺も、うん、そうそうそう。ちなみにジャイさんのこと何も調べてないですけど、うん、本は読みました、うん、あ、ありがとうございます。あ、はい、本はあのサインまで書いてもらってありがとうございます。あの離婚薬の本、離婚薬の本、離婚薬読ませていただきました。今日はプレゼントに持ってきたんだよ。あ、本当ですか。あ、いいですか、視聴者プレゼント。これ視聴者プレゼントですか。いいんですか、ありがとうございます。いや、いいです、いいです。あの、これは視聴者にはどう郵送するんですか。郵送します。おお。毎回今日はやらないんですけど、毎週、うん、クイズやってるんですよ。で、当てた人には、コメント当てた人には、プレゼントっていうのがあるんですけど、だから、来週のプレゼントとかで当ててさせていただけると。ね、なんかプラス、プレゼントプラスで、あれでいいですよ。まあ、うちのプレゼントなんてステッカーだけなんで。そう、ステッカーだけ。だからステッカープラスでいい。プラス、はい、ジャイさんの、はい、はい、そう、あ、いいですよ、もちろん、もちろん。来週、はい、ありがとうございます。で、どういうクイズなんですか、ちなみに。いやいや、もう独断クイズです。俺が好きな映画を当てろ、みたいな。そんなの当たるわけないじゃん。じゃないと、ネットのクイズなんで、要するにその、調べられるじゃないですか。はいはいはい。ああ、別でね。普通のクイズだから、例えば。そっか。世界一高い山はって言っても、調べられちゃうじゃないですか。その場でピンポンとかやるわけじゃないんで。なるほど。乾杯したよ。そっかそっか。ね、なのでクイズは、そう、自分的な、私的なやつじゃないと、調べられない。成り立たないです。成り立たないです。そういうことね。すいません、氷を新しくもらっていいですか。え、その前にこのままでいいの。ちなみに好きな映画は何だったんですか。ゴッドファーザーですね。ジャイさん超映画マニアだ。あ、マジっすか、うん、俺映画好きで。あれマジっすか、はい、すいません。この間もジャッジっていう、はいはいはい、まあ邦画なんですけど、はいはいはい、
まあ、ちょ、いろいろ調べてて、ジャッジっていう邦画のサスペンス映画があると。はいはい、で、あの、ヤフーで調べたんですよ。うん、どれぐらいの評価があるのかな。うんうん、で、3.6 になってたから、あ、面白そうじゃんと思って、うん、見たら、全然面白くないですよ。なんだこれと思って。で、よく見たんですよ。そういうこと言うんだね。で、よく見たの、そのね、その評価を。はいはい、そしたら、ジャッジってなんか2つあるらしくて。あー、なるほど。そう、1つのがすごい評価高くて。あー、なるほど。で、もう1つの方を調べてみたんですよ。はい、ね、1.6 でした。1.6 の方見ちゃったの。間違えちゃった。どっちとは言ってないですよね。今まだどっちが、はい、どっちがつまんないとは言ってないですよね。どっちとは言ってないですよ。どっちとは言ってないですよね。で、コメント欄見ると、題名がもう何これとか。もうそんな感じの。ああ、なるほど。これからジャッジ見る人は気をつけてね。はい。だからどっちのジャッジかは言わないです、はい。当たりと外れがありますからね。はい。アウトレージまだ見てないんだよね。ああ、最終章。俺も最終章まだ見てない。3ね。うん、ああ、いや、俺、でもやっぱね、ああいうのはね、楽しいというか、うん、見ちゃうね。で、アウトレイジの1話、80回のみたいな、うん、俺もね、1話ね、80回見るよね。1話面白いもんね。面白い、ね、面白い。もう、あのね、僕どっちかっていうとたけしが作った映画よりも、たけしが出てる映画が好きです。監督違くて。わかるわかる。でもあれはたけしさん監督、監督でもアウトレイジが好きなんで、そうなんですけど、でも俺今までたけしさんがやったヤクザ映画の中でアウトレイジが一番好き。あ、そうか、この男凶暴につきよりも、うん、俺はね、アウトレイジの方が好きだったな。あ、それも分かるけど、そうね、椎名桔平がすごくかっこいいから。椎名桔平、椎名桔平がかっこいい。で、ね、椎名桔平を若頭のところに持ってきてるキャスティングしてるところが、あ、そうだね、あれがいいんだよね。なんかこう墨を描いてる感じが、そう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 そそる、ね、で、椎名桔平が殺される、うん、最後殺される前に、ね、部屋で何か絡むベッドシーンあるじゃないですか。 あれは後から勝手に付け足した、ね、あ、そうなんだ。あ、そうなの。椎名桔平が背中に墨をちゃんと書いてんだけど、これ結局、一回も出すとこなかった。出てなくないの。出すとこ、あれなかったね。ってなって、それを背負ってることによって、そうそうそう、いかつい感じが出るの。そう。でも今までこれ出すとこなかったねってことで、じゃあちょっとせっかくだから。うん、それね、全部取り終わった後にってこと？まあその途中のその進んでいく、撮影進んでいく中で、で、本当はセックスのシーンはなかったんですけど、ベッドシーンはなかったんだけど、せっかくだから、ちょっと、死ぬし、そう。俺、今の話で思い出したんだけど、日本統一ってあるでしょ、V シネマでは、V シネマでは、破格の大ヒット、もう24作とか出ちゃってる。あれ、俺、エキストラ出たんだ、俺、この間。本当に？なんか知り合いの、なんか、魅力っぽい人が、ちょっと前出ろよ、つって言われて。小沢さんとか出てるやつ。そうそう、小沢さん。もう小沢仁志が不安で。あ、そうなんですよ。僕、お友達ですよ。本当ですか？あんなかっこいい人ぞ。北川の慎吾と。北川の前川慎吾と。いや、そこの、小沢兄弟は、たまに飲まさせていただいて。すごいっすね。はい。で、俺、めんどくさいから行きたくなかったんですよ、その、エキストラでもギャラもないし、エキストラ。ノーギャラなんで。ノーギャラです。行きたくなかったんですけど、小沢仁志いるかもしんねえと思って、まあ、会えなかったんですけど、当然会えなかったんですけど、殺し屋の役やってきました。一番からももらえず。はい、弁当もらいました。弁当、マカロン、マカロンじゃなくて。マカロンじゃなくて。あ、そう。あれの、いつ発売なんだ、ちょっと見たいな。なんかやっぱ、ヤクザ映画って結構面白いよね。面白いですよね。なんだろうね。過去のヤクザ、まあ、ゴッドファーザーもそうだけど、まあ、あれはマフィアだけどさ。なんだろうね。俺ね、あれ、南へ走れ海の道っていう。知らないです。知らないです。誰が。めっちゃマニアだね。岩井光一さんと、岩井光一かっこいい。柳葉敏郎さんが出てる。ああ、かっこいいわ。で、まあ、軽く触りだけ言うと、まず柳葉敏郎さんが、まあ、ボクサーなんですよ。はいはい。で、なんか、友達とかが、なんか飲んでて、ヤクザの車にいたずらをしちゃうんですよ。はいはいはい。で、捕まって、で、柳葉敏郎さんが、まあ、抵抗するんですけど、勝てないと。殺されちゃうんですよ。で、柳葉敏郎が、はい。話を終わりに。早い。殺されるんですけど、結構序盤で。それで、これ、岩井光一が、柳葉敏郎さんのお兄さんなんですけど、なんか、
元軍人かなんかみたいな。はいはいはい。感じで、そのヤクザに復讐するっていう。はい、ああ、なるほど。これなんかちょっといい。面白そう。これがね、結構面白かった、ね。面白そう、なかなか序盤でギバチャが死んじゃうから、殺さないね。なかなか。後ろを先に殺してもギャラは一緒だからね、多分ね。ただ、相当昔の映画だと思うんですよ。あら。もう多分30年前とか。そうですよね。あ、若い頃の、柳さんが。そうそう。その辺の30年前のあれだった。僕あの、まあ、あの映画とかでもやってないんですけど、はい、清水浩二郎主演の獣のようにっていう、映画でもやってないの？だから金曜ロードショーでも やってない。ああ、なるほど。 V シネでやってた。 V シネだけでも本当に本当に V シネでも面白かったら行くでしょ、結構。陣内さんのやつとか、はいはいはい、結構行くんだけど、すげえかっこいいですよ。やっぱり清水浩二郎かっこいいじゃないですか。清水浩二郎さんね。うん、ああ、まあまあ。まあまあ、かっこいい、かっこいい、ね。かっこいい、かっこいい。そうだね。ああ、そうだよ。あの、ヒロシ、ヒロシ。あの、ケンタロウさんとちょっと。ビーバップの初代ヒロシ。あれ、ジャンキーと思ってた。そういうこと言うんすかね。ジャンキーシリーズもいいっすよ。あれ、俺、ジャイスさん、そういうこと言うと面白いな。ああ、そうだね。まあまあ、そっか、ビーバップ世代、ビーバップ世代ですね。ビーバップ世代。そう、僕らね。まあ、ビーバップもまあ、面白かったけどね。あれ、ほら、同じ、さあ、うん、役者さんがさ、うん、その回によってさ、違う役やってる。だから、あの、ミノルの役だったのが、1では、ヘビシの役で出てたりとか、はいはいはい。そう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 、すみませんね。で、小沢さんって、前川、まあ、そこからでしょ。前川は、あれは、小沢さんだって、小沢さんか、ここで。ヘビジでしょ。そう、あれも最初、戸塚のヘビジ。ヘビジだもん。あ、そっか。そうだ、ヘビジ。あ、そっか。そうだよ。そうだ。あのね、1から2で、1と2で結構変わってんのよ。そうそうそう、1と2で変わったね。そう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 。ジョロ島の時も、としみつがだってミノルだったもんね。そうそうそう。あ、そうそうそう。だからさ、見ててさ、うん、ちょっとよくわかんなくなってる。俺はね、あの、初代のキクリンが好きだったんだけど、キクリンもね、2作目からは変わって、でも2作目からの人がずっと、もうキクリンで安定したんだけど。2代目のキクリンの人はなんか練馬のなんかの人で、あのまんまらしいです。そしてさ、キクリンもさ、変わるんだけどさ、うん、その映画の中でさ、キクリの影武者みたいな。影武者って言って、もうそうするともうわけわかんなくなる。あ、誰これみたいな。ちゃんと見てるっすね。ちゃんと見てる。同じ近いですからね、私も。もう VHS で見てたもんね。はいはいはい。見ました、見ました。家にあったぐらいですからね。影武者ってなんだよ、みたいな。いや、キクリの影武者ね、いたんですよ。ちょっと肌のツヤがいいんだよ。結構似てるんですよね。はい。まあそこら辺の世代ですよね。同年代だもんね、3人ね。うん。同い、ここは同い年。いや、僕はね、学年では一つ下になるんですよ、僕が。ああ。はい。47年の5月なんですけど。そうだね。まあそこら辺だとも、5月何日 ?25 日。25日。今度、うちの相方が、その辺で産むんだよ。産むって何？ 25 か26。ああ、子供を産むってこと？はい。いい、まあ、じゃあもう名前、俺でよければ名前考えるけど。男の子なんだよね。あ、いいよ。あの、太陽からさ、太陽まあ、この間初めて会って LINE 交換してくんだけどさ、本人って書いてあるわけよ。あ、本物ね。本物ね。あ、単位本物みたいな。偽物知らねえしさ。知らんの。まだね。この話長くなるうん。まだ、いや、長くならない。長くならない。で、本物って書いてある時点で、これね、もう、俺ちょっと、いたずらだと思っちゃう。なんか、どっちみたいな。逆にね。内容をよく見ると、あいつが。逆に怪しいだから結構編集遅いと思うんだけど、スルーしてんだよね。あの、いたずら、いたずらかと思って。なんなんだよ、これ本物ってやつって。そうそうそう。大事だってね。そう。さ、9だもんね。そうなんです、9です。そう、だから9でほら、太陽って。書いてあるから、わけわかんないの。いいよ、入れていいよ。これで。なんかコメント拾いましょうよ。コメント拾いましょう。はい。宮崎ますみね。あ、そうそう。純子ね。あの、この間さ、あれ、なんだっけ、そのシオンのさ、そのシオン監督の宮崎ますみさん主演の映画見たんだけど。宮崎ますみって純子だよ。純子。純子。うん。あれ、ビューアップ見ないと分からない。分かんないね。分からないもん。すごかったですよ。すごい濡れ場が。ああ、なるほど。なるほど。純子。純子。だから、中山美穂さんと、宮崎真澄さんみたいな並びで。あそこからですもんね。そうですね。で、その頃に、ミポリンの下敷きを使ってたのが中1ぐらい。
あ、そうなの。あ、使ってたの？うん、下の子。うん。萩原雅人さんとビポリンの席を交互に使ってた。ビポリン良かったよね。うん。ビポリンが、去年ぐらいに知り合って、たまたま。あ、そうやね。やっぱ芸能人すごいですね。いや、それも全然関係ないんだもん。ビポリンと知り合うって俺らではありえないから。そうそう、俺ら山高、高校が近いんですよ。だから中山も行こうぜ、見に行こうぜつって言ってましたけど、あ、そう、全然会えないですよ、学校来てないから。あ、そう、芸能活動だってもう12歳ぐらいデビューしてるからね、はい、うーん。ジャイさんの好きな映画をお願いします。僕の好きな映画は、うん、あのウェイクアップネットっていう映画があるんですけど、なんかね、もう入り口から面白いんですよ、うん、あの設定が洋画、邦画、洋画、洋画、洋画、アイルランドの方の小さな、はい、まあ島というか町の話なんですけど、その町で宝くじを当たった人がいるっていう情報がその、ま、島に流れるんですよ。誰だっていうところから始まるんですよ。で探り合うところから始まって、うん、人間模様、人間のちょっと嫌なところがこう出てくるわけですね。でなんか急に主人公銃買ったりします、うん、え、銃を買ったりしたんですか。いや、そんなね激しくないんだけど、はい、もうそのあそこの夫婦じゃないかっていうことで、うんうんうん、急になんか差し入れ持ってったちょっと出してみて、そういう面白そうな入れて、なんかさ、なるほどね、最近なんかいい服買ってたぞとかね、なんかそういう、そういう情報でね人間のね嫌な探り合いがこう、まあ、こっからはちょっとネタバレになっちゃうんで、見てからのお楽しみなんだけど、うん、この展開もすっごい面白くて、タイトルなんでしょう、もう一回。ウェイクアップネットっていう、ウェイクアップっていうのはまあ起きろってことなんですけど、うんうん、ネットっていうのはまあ名前なんですけど、なるほどなるほど。あとは大いなる休暇っていうのも好きで、それも小さな島の話なんですけど、あのその島は医者がいないから、あの工場が動けないんですよ、うんうんうん、医者がいないと工場を動かしちゃいけないんで、うん、要はみんな職がない、働けない状態なんですよ。なんで医者がいないと工場、そういう法律、だからそう、まあ、ね、うん、そのやっぱ怪我したりしたのにあれだからってことだと思うんですけど、でその島の人が何とかしようってことで、うん、その本土からイギリスからなんか医者を取り呼ぼうと、またアイルランドの話なんですか。まあそこら辺の、なんか俺なんか好きそこら辺好きだな。で北欧話、そう呼ぶんですよ。でその人はとりあえず来てもらって、うん、まあ試しに来てもらうんですけど、うん、その島中の人がこの人に永住させるために、うんうん、いろいろ仕掛けるわけですよ、うん、その島を気に入ってもらうために、ね、うん、いないとね、成り立たないから、だからずっと住ませてたわけですよ、うん、島の人たちは。面白そう。そう。それで、だから、その人が、なんだっけ、クリケットかな、うん、なんだっけ、ダーツ、ん、ダーツ、ダーツじゃない。ポロとかクリケットとか、ね、なんかその、ね、なんか、なんだっけ、ブガティかな。ブガティ車か。ブガティ車、ね、はい。まあそういう。カバディ。ゲーム。あ、そう、カバディじゃねえや。うん、まあとにかくそういう、そういうなんか球技が好きだって。はいはいはい。でも、島の人たち一つも好きじゃないの。うん。だから、覚えて、とりあえずやってるふりをする。で、そのバーとかでも、その人がいる間は、その、映像を流して、その人がトイレでサッカーみたいな、そういう感じのが、コメディ、ちょっとコメディタッチなんですね。ちょっと、うん、やっぱね、コメディタッチの方が好きかな、うん。まあ、サスペンスとかも好きなんですけど。クリケットだよって言われますか。あ、クリケットだね。そうそう、あ、クリケット。あ、合ってるんだ。そう、合ってたね。もうわけわかんなくなっちゃう。あとはなんだろうな。でも、邦画でもやっぱ、面白いのいっぱいありますよね。キサラギとかもやっぱ面白いですしね。キサラギ全然もう薬剤映画しか見てないな。いや俺ね、邦画も見ないんですよ。薬剤映画しか。いや、邦画も優秀だし、はい、韓国映画も結構面白いし。韓国映画全然見ないですけど。韓国はドラマが面白い。ドラマがめっちゃ面白い。なんかさ、なんかさ、アジア人の同じ顔じゃないですか。うん、言っても。まあちょっと違うけど。うん、あれが字幕、あれを字幕で見るのにちょっと抵抗があるんですよね。じゃあそのまま聞けばいいじゃん。え？でもさ、外国人とかの方が顔見分けつかなくないですか？日本人の方が見分けつかなくないですか？あ、ですけど、うん、同じ顔の人が違う言葉喋ってるのがどうもなんか入ってこないんですよね。それむずい。でも韓国映画も結構パンパン多くないですか？あー、そうですね。結構暴力的なのも。ほとんどバッドエンドでしょ、韓国映画って。ああ、バッドエンド多いね。バッドエンドもないですよ。
本当？はい、はい、だからあの吹き替えで見ればいいんだよ。吹き替えで見る。吹き替えで見る。吹き替えは邦画だよ。吹き替えで見る。吹き替えは邦画。そうだからねなんだろうな息もできないとか。そこら辺とか聞いたこともないわ。まあまあそんなこと言いながら俺もあんまり韓国映画見たことないんだけど。いや相当面白い。猟奇的な彼女ぐらいで。あ猟奇的な彼女が面白いね。韓国とはちょっと違うんですけど、うん男たちの番かっていう。はいはいはい。あれはね、ジョンウの、うん、ジョンウのね、あの出世作と言われてる、はいはい。あれは見ましたけど。あれはかっこいい。あれ香港映画ですかあれは、うん。世界一セクシーな男と言われて。誰？ね。男たちの番かの。かっこいいよね。かっこいいです。すぐでさ。うん。あの主人公死んじゃうじゃないですか、はい、2でさ、うん、でもその主人公いないと成り立たないっつって、うん、双子の弟が出てきて、うん、むちゃくちゃでだったよいやいやなんだね双子とかねそんなこと一回も言ってないの、うん、その1では売れちゃったからっつって、うん、もうねあの本当にちょっと偏って趣味が偏ってるから、うん、この間ようやくワイルドスピードの1を見終わったところですよ、はい、おワイルドスピード意外と面白かった面白かったでしょでもやっぱちょっと暴力的なのが多いんですよね結構好きなんだろう、うん、そうなんですよねなんだろうね暴力的なので言ったらアウトレイジまあまあアウトレイジは見てるまあアンタッチャブルとか面白いアンタッチャブル面白いです ね, 面白いですねあれかっこいいよねアンディガルシアかっこいいすぎるあアンディガルシアかっこいいね、あれだって出てる人相当相当やばいですショーン・コネリーとかねえ、はい、今日も柔らかい手をつないでデートしたやつがいるな出たな出たな今日この毎回ね毎週毎週来るさの毎週ね誰だか分からないんですけど柔らかい手をつないでデートしたい俺にうん、っていう毎週必ずあの女性名前女性が来ると柔らかい手をつないでデートしたいっていうコメントするやつが出てくるんです私でいいの私も私かずみちゃんと柔らかい手をつないで本気かずみちゃんの手かカサカサだけどいいいや柔らかいから柔らかいかじゃあおいでよね、うん、おいでよねそうやろ俺もあの今度あのツイッターであのどこどこの何レースをお願いしますってツイッターしてもいいですか？LINE してんだから聞けばいいじゃん。LINE で。いやそれを LINE でやるともっと厚かましいやつになるじゃん。ツイッターだと同じ番組見ろ番組。とりあえず本物っていうの消してもらったらいい。信用できないんだ。もう本物って書いてあるやつほど信用できない。そうなんですよ。まだ一回も偽物出たことないですけどね。偽物がいないんです、ね。そう一回もないんですよ。いや、いいですね。しげるさん、これしげるさんじゃん？いや、違うよ。え、しげる、違うの？あ、これはね、さっきのあの、ゲストのお店のお客さん。パパの、うん、そうなんだ。お店のお客さん。しげるさん、いっぺんコメントありがとう。オーケーすんな。と？誰や？わかんない。見えない。ってマジ見えない。いや、競馬、当てたいななんか、本当にさ、競馬やってる人でさ、はい。一回も当てたことない人とか結構いるよね。いますよね。うん、僕らなんかそのまだ競馬やり始めた時は、うん、馬連ね馬単しかないような。そうだね。馬単もなかったよ。馬単もなかったですよね、うん。そんな時だったからあれですけど。僕多分ジャイさんより、うん、あれですよ。競馬当てたことありますよ。あれやったことあるの？え中国で勝ってる。二回ぐらい行ったことあるんですけど、二、うん、回ともすげえ勝ってますよ。嘘。あそう。確率で言うと。勝率で言うと高いよ勝率で言うと高い、うん、あ全部鉛筆ですけど あそう転がしてんのえ転がして 1,2,3,4,5,6 って書いて1億も買ってんの買ってませんよこの1万円とかです1億以上買ってる額の話じゃなくて勝率ですあ勝率2回行って2回買ってるから、うん、それはもう 100% でしょ、うん、じゃあ今度2人で100万円持ってさ何それ高いいいね高いっすよ高いっすよスタートがじゃああの3人で3人で1人なんか2万ずつ持ってとかで行きましょうみんなで、はいはいね、勝負しますみんなで勝負します、うん、俺はもう全部サイコロなんであ俺ねやったこと俺やったことないんだけど一回もやったことないんだけどボート行きたいあボートだったらちょうどいいじゃんサイコロ、うん、そうサイコロあそうなの6、うん、あはいはいそうそうサイコロ行きますサイコロ行きますああじゃないもう全部だってさ競馬10アットとかさ、うん、でもなんか枠番がはい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 、でも8ある8枠まであるね最高最高無理じゃんそういう時はなんか消すっすねあの、うん、これでこれはない、うん、だから印がついてるじゃんなんかバスとか丸とか5人ぐらい予想士がいてそうだ、ね、新聞についてるじゃん、はい、そのゼロのやつはもう消しちゃって今年やりましょうその企画やろうみんなで行こうみんなで行こう自分が持ってるあの、うん、ビデオで行くんで、うん、負けた人は負けた上に焼肉おごりとかにしましょう OK いいねいいねじゃあもう指定されたレースを決めてやりますかでもそれでさちゃんと結果はさこの番組で発表ちゃんと発表してね発表して絶対勝ちますよ、うん、
はい、いいね、面白そう、うん、面白そう、うん、ちゃんと撮ってきて、それもちゃんと撮ってきて、行くんね、タイヤさんも行くんだよ、いや、もちろんもちろん、ボートっていうのはその土日にやってんの、やっぱりあのね、結構平日とかもやる、いや、毎日やってる、毎日やってる、毎日やってる、うん、どこに行くよ、戸田か、この辺だったら、この辺だったら戸田か、まあ、平和島か、平和島か戸田か、うん、でもまあどうなんだろう、意外にね、その撮影が結構厳しかったりするから、ああ、なるほど、そうなんですよ、そうだから、まあどうなんですか、まあやり終わりますよね、まあそうだね、だからまあ馬券とか、あの船券とかジャイだぞっつって、うん、いやそう言うと問題あるから、いや、お前俺言ってないのにジャイの知り合いとか言ってよ、バカのジャイだぞっつって稼ぐギャンブル読めっつって、はい、そう、あ、いいですね、ありがとうございます、なんか面白い、ちょっと面白いよね、面白そうですね、うん、はい、やりましょうやりましょう、ちょっとやりましょう、うん、そう、ジャイさんの都合してください、今度、え、あ、都合ね、はい、わかりました、うん、そう、特番でね、え、みんな来ればいいじゃん、来たい人、うん、あ、見てる人来ればいい、これ何、見てる人はこんなにいるの、はいはいはい、そうです、すごい、ね、今305ですね、はい、はい、で、右は何、あ、まあ、コメント数ですね、コメント数、あ、はい、じゃあコメントしてない人がいるってことだね、結構コメントつぶやいて、でも一人でほら早く10件とか、そうか、そうか、そうか、じゃあただ見てるだけっていう人もいるってことね、うん、はい、マージャン番組の予定ないですか、あー、マージャン番組か、だって俺がさ、うん、こんな素人のさ、うん、あれがさ、あれでしょ、あのジャイさん倒しちゃったら悪いじゃん、なんか、まあでもあのないない、だけどマージャン倒しちゃったら悪いじゃん、あのワクツプロがめっちゃ、お兄ちゃんにはマージャン勝てないんだっていう、そうだから、ね、僕もじゃないだって、うん、そう、あのね、お兄ちゃん効果なんですよ、お、あのお兄ちゃんも大好きなんで、うん、あの多分ね、そう、気に使ってそう、わざと振ってるんですよ、そうなんだ、お兄ちゃんには申し訳ないです判断鈍る、ちょっと判断鈍るのかな、判断鈍らせる、うん、鈍らせるというか、お酒なくなっちゃった、あ、なるほど、ごめんなさい、ごめんなさい、気がつかないで、でも全然別に俺倒せますよ、余裕で、本当ですか、普通に打ったことないよね、姫とね、あ、姫とも打ったことないです、ね、あ、それやろう、配信で一回、じゃあ、Q さん実況中継。うん、俺はね、いいね、俺がメンツに入っちゃうと、もうただの、あの、カモになっちゃうから。そうだ、だから、まあ、ちょうど、あの、枠ザキラ呼んで、うん、呼んで、ジャンタク置いて、うん、し、あの、もちろん、ジャンソー行って、ジャンソー行って撮っちゃえばいいんじゃないですか。でもさ、麻雀の中継やる人はさ、麻雀すごく知ってる人じゃないとできないよね。いい、もうそれがいいんじゃん。そうだね。さあ、赤ウピン切りました。どういうことなんでしょう。でもね、本当にね、知らない人がやるの面白くて、うん、うちの先輩の劇団ひとりさんが、後輩と一緒に、じゃあ、麻雀やろうかって、いや、やったことないですよ。二人初心者がいて、これを、に、ルールを全く教えずに、やろうって、うん。いや、なるほど。で、まず、やったことないやつに、ちょっと、はい、じゃあ、お前ちょっと、雀荘行って、取ってこいと。うん、で、え、なんて言えばいいですか、ルールを教えずに、なんて言えばいいですかって言って、じゃあ、あの、とりあえず、あの、フリーで打ちたいんですけどって言って、ああ、そうそうそう、言って、フリーで打ちたいんですけど。フリーっていうのはもう、一人で。点数えられないでしょ、そうそうそう。いや、そうそう。いや、4人で打とうって言ってんのに、とりあえずフリーでって言えって言って、フリーでって言って、あ、どうぞって、友達いるんですけど、って。え、フリーですよね。フリーでって言われた。まあ、言われた、言われたな、言われたね。言われた。結局その、残り3人が来て、で、4人でやり始めるんだけど、あ、最初劇団ひとりさん切るでしょ、目の前にね。みんな、そこの横に並び始めるの。自分の前じゃなくて。切った横に、そして、はい、並び始める。わかんないから。でも、一切ルールは教えない。せめて、3つ、2個にするっていうのぐらい教えてあげないと、やっぱり。せめて、ドンジャだからやりましょうよ。そうなんだ。でも、わかんない人は、ドンジャの面白くて、まあ、他の芸人で、松岡さんって人が、まあ、この人悪い人で、初心者を捕まえて、じゃあ麻雀やろう、いや、やったことないよ、うん、まあ、ね、ルール、まあ、やりながら教えてみたらってで、まあ、ローンつって、うん、イーポンカーンとか言って なんすか、イーワンとスーワンとチャーがあればいいんだよってイーポンカーン、はい、8000でとか言ってすげえ勘違いしちゃうから、で、そいつもそれで覚えてるから、イーワンとスーワンとチャーがある、あ、これイーポンカーンだよ、それダメだよ、チュンがあるから、チュンがあるからダメなんだ、チュンがあったらダメなんだ、イーワンじゃないよ、イーポンカーン、チュンがあったらダメなんだ、はい、じゃあチョンボなって、それただの悪い人ですよ、ただの悪い人、本当にただの悪い人、あ、それ面白かった、いいポンか、それ誰かやりましょう、
俺の素人実況もう、あ、ダメだよ。この間もだから、あの、その、あれ、あるトーナメントの、アスリアルトーナメント ね、うん、見た時に、パッと解説に、解説の名前がこう、パッと見た時に、うん、あの、片山正幸さんがあって、うん、ギャンブラー自己中心。ギャンブラー自己中心。俺感動したもん、わ、片山正幸さんだ。片山正幸さんだと思って。もう俺はロン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 の人だ。そうあの人はいつもスリアルトーナメントの解説、うん、俺はねもう中学生の時にあのギャンブラー自己中心にハマって、ね、リツミエミエね、そうリーチミエミエ、そう俺はあのねパッと握り込んでね扇形にちょっと幅をこう間を間隔かけてウートイツウート本当はウートイツなんだけど、うん、ちょっと入る間隔を開けてギャンジゴ、ね、アーチを描いてパッて倒してチートイツっていうと通るやつねアメリカ人あれ漫画面白かったねそうそう面白い持ちすぎドラオだそう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 面白かったねあれ面白かったもうタンタンタンつってねパイソコガルティが面白くてパイソ海賊オカルティっていう漫画面白くてメロンジュースねそうメロンジュース全然わかんないマージャンのねここら辺がなんか風車みたいなそうそうあのマージャンあるあるみたいな僕あのギャンジコか竜泣きの竜しかわかんない泣きの竜ね泣きの竜はないねまた別の人だ、うん、違う、うんああ片山正幸が書いてる片山さんの、はい、本だと一番いいのはなんだっけスーパーズガンとかもあるし。ああ、知ってる。スーパーズガンはあれは、はい、スーパー、ギャンジコの後に書いたやつですね。うん、はい。見ました、見ました。で、その後の、鉄壁くんのやつ。鉄壁くんのやつが、こういう名称でこれ。違っぱってね。なんだっけイーポンか。なんだっけあの、あいつは、イーポンか。チューレンポトミとか出てる。あ、そうそうそう。ゴッドハンドね。ゴッドハンドです。そう。バコが。誰か教えてペンカンチーピンとか弾くんだよねあノーマークバカッとそうそうバカッとノーマークバカッとあそれも面白かったねノーマークはあの10巻を毎回読んでも10回ぐらい読んでも毎回こう10巻で泣けるの泣くまあ泣くの泣けるの片山正幸で泣くの、うん、そういやそう泣けるの泣くすかあれ信じられない俺信じられない最後の4ページぐらいで超泣くの、うん、片山正幸で泣いたことない俺いや泣ける泣けるノーマークは泣けるマジ泣ける最後のね爆敗がねそう、はい、それをねあの本当語りたい、うん、全然話についていけないそう麻雀わかんないからマジ、ねついてこいね。ね。まあまあそうだよね。シゲルはゴッドハンドが好きっつってるから。やっぱシゲルは。俺シゲルはしかもね、俺本当セガサターンを買った時にね、セガサターンじゃない。セガサターンか。セガサターン買った時に一番最初に買った麻雀ソフトが、うん、なんかゲーム屋さんで何にも俺その麻雀の知識も何にもない。ただ、ただ最低限のルールしか知らないのにパッて買ったソフトが。ジャンキ流の桜井翔一さんのジャンキ流のやつだったのよ。それでしたね。それ全部そのルールがね、中のルールがジャンキ流なのよ。桜井さんが。だから、なんか60名以内に、60名以内にドラとかジャンとか切ると、それで減点とか、初めて麻雀打った人にドラを切ると怒られるよ。そうそうそう。60枚まで切れない。そう。60枚までダメなんだ。赤が切れなかった。赤切れない。そう、ドラもね、自敗も切っちゃいけない。一番最初に1巡目に自敗切っちゃいけないの。で60名以内にドラ切ると全部減点でブブーとかいちいち音が鳴って減点されちゃう。そのゲームやった瞬間にブチ切れて、うん、そう俺も何なんだよ俺の好きなようにやらせてくれよみたいななんでこれいちいち減点されてんだよ。ジャイさん大好きよ。いきなり俺全然面識もないんだけど、うん、いきなり知らない番号が電話かかってきて、ジャイより麻雀強い男だよって。それが桜井さんでした。誰ですかっつって、で5分ぐらい言わないの。白川さんですか、そんな弱いやつと一緒にするんじゃない。で5分ぐらい言わなくて、はい、はって気づいて、あ、桜井さんですかっつって、そうだよっつって、へえ、すげえ。なんか結構さ、あの竹書房のほらコラムとかやってんだけど、近代麻雀とかの、はい、でいろいろ DVD とかなんか送ってるらしくて見てるらしいのよ、うん、で、それ見たらしくて、お前だけだよ、麻雀ちゃんと打ってんのって。そうなんだ。いや、むちゃくちゃうまいよ。うん、全然なんですけど。
そんなこと言いに電話してきたんですか、いきなりっつって。そうそう、見に来るみたいな話とか。そうそう、電話来る。でも会ったことない、まだ結局。うん、でそれが30分ぐらい話してんだけど、はい、いや俺もさ恋人でも恋人でもないのに、もういいだろうと思ってんだけど止まんないわけよ。でさ、あの、あ、そうですよね、まあ、あの、またお願いしますみたいな。でそっからまた話始めるから、うん、あ、あの、ちょっとすいません、この後仕事なんでっつって、で、あの、やっと切って、で、あの、その後なんかインタビューで麻雀の、で桜井さんが電話あったんですけど、なかなか切ってくれなくて困りましたみたいな話をしたの。したらなんかそれ見てたらしくて、それも見てた。俺の話が長いなって。いやいや、ギャグです、ギャグですよ。全部チェックしてる。結構粘着体質。いや、むさびさん認めてる。あのね、マージャン好きなの、うん、好きなんでしょうね、ジャイさんのことがね。いや、すごい人だから、うん、まあ、ジャイさんのこと好き。まあ多分一緒にこう打ってみたいんでしょうね。いや、でももう桜井さん自体もほとんど打ってないらしくて、うん、もう本当に神的な存在なんで、この間なんか、オリンピック候補 の、 あの日本代表の卓球選手が桜井選手の指導を受けたっつって。メンタルかな、メンタルかな、自分から。しかもその卓球選手が知り合いでも何でもないのに、いきなり桜井さんのところに行ったんだって。いや、メンタルだよ、うん、いや、そういうのある。そう、だから、だってあのヒクソン・グレイシーも、ヒクソン・グレイシーがメンタルを、もうあの桜井さんと仲いいらしくて。あ、そうなんだ、すごいね。すごい、なんかその合うんだって、うん、いや、まあまあ別にヒクソン・グレイシーはメンタル強めようと思って言ってるわけじゃないと思うけど、なんか、まあ、なんかの、なんであったか知らないけど、すごい、その、合うんだって、その、全然世界が違うんだけど、うんうん、その意識の仕方、その、自然が一番強いとか、なんか、うん、で、桜井さんとかも、ふとした時に、うん、なんか海とか行くんだって。で、結局、人間は自然に勝てないみたいな。あ、まあまあまあ、そうですよね。そういうのを感じるんだって。で、その、ヒクソン・グレイシーもそうなんだって。へぇ、そこら辺で、その、女子のね、卓球選手が桜井さんにアポ取って、うん、一回会ってくださいって言って、雀荘にいるところに行って、うん、あ、どうやったら強くなれるか教えてくださいって言って、何、卓球、卓球なんだけど、桜井先生、別に桜井さんは、桜井さん卓球強いわけじゃないんだけど、でもそしたら桜井さんが、ちょっとそこで素振りをしてみてくれって言ったんだって。で、素振りしたら、しばらくその素振りを見てて、左手の使い方がなってないな。桜井さんが卓球のプロに左手の使い方。私のお客さんが、あの、桜井さんがやってるジャンソンに行ったの、うん、で初めて行ったんだけど、ラス前に3000点ぐらいのラス目、うん、で、みんな3万点ぐらい持ってます、うん、1人3000点、そう、自分だけ3000点ラス目、うんうん、なんだけど、その3000点の状態で100万じゃなきゃダメだ、そう、うん、オーラスにね、うん、なんだけど、そのオーラスに入った瞬間に、お前やったなって肩ポンって叩かれたと、うん、何があってあるじゃん、うん、自分3000点、うん、で30名にスナコテンパって30名にはもう分かってる、そうそう、のその先の流れが分かってんだ、そうなんだけど、サイコロ振ってるじゃん、ハイの音はあのサイコロ振ってるから、うん、流れが分かってる、あれ、あれないんだけど、神だ、神だ、うん、そう、そう、神の、いや、そういう人なの、そう、で、なんかね、ついてる強い人とかのちょっと台打ち入るんだって、うん、で自分がその毒じゃない、もうあの席勝てないからって言ったら、もういや、ほんとそうなんだよ、超能力者って言われてる、そう、すげえ、すげえ、すげえ、あの、だってさ、ハイをさ、トイメンがさ、ハイを切ろうとするじゃん、この時点もうロンって言ってんだよ、何にも見えてない、空中ロン、むっちゃかっこいい、むっちゃかっこいい、むっちゃかっこいい、いや、だからもうちょっと桜井さん、そう、そう人なの、あ、そう、すごい人、そう、あの、すげえかっこいい、スーパーサマシーからちょっと抜けちゃったんだね、うん、あの、もともとはやっぱ仕事というか、うん、その時代はいかに、その裏技ができるかっていう時代の麻雀の台打ちされてたんだけど、あの、手積みですからね、昔、そう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 、はい、それいう時代が終わって、はい、でもその切り替えて、うん、その若い人たちに麻雀を教えたりとか、うん、だから麻雀を愛した人はいるけど、麻雀に愛された人は桜井さんしかいないみたいな、いや、まあ、そうだと思うよ、かっこいい、それなんかかっこいい、それ、それかっこいい、なんかかっこいいですね、桜井さんの第一のお客さんとかは65歳ぐらいのおじいちゃんが今でも来てくれてるんだけど、うん、その人はあの
ギャラが200万ぐらいで、うん、その当時だよ。第一とかで。そう、来てた。そんな取るの？そう。だって200万以上勝たなきゃだよね。いや、だって違うよ。だって。1000万ぐらい勝てるわけだから。その、利権かけたりするから。第一ああ、もう。組織のね。なるほどね。そういうことでしょ。なるほどね。いやいやいや。その瞬間に、なんか、今の5倍レートぐらいで、ね、動くやつで、こうやってる人とかが、いや、桜井さんの第一やってて、すげえよ、つって。で、そのせ、まあ、大先輩なんだけど、うん、あの、もうだんだんにはいなくて、なんか答える？いや、20年間無敗の男だった。そうそうそう。いや、そうだよ、ほんと。ヒクソングレシもそうだもんね。そうそうそう。だからさ、俺さ、中野光一ぐらいしか知らない。だから俺、麻雀はさ、分かんなくなっちゃったんだよ。ね、中学生までさ、ギャンブラー自己中心派読んでたのにさ、うん、セガサタンで最初にさあのジャンキルのそうとかってさ、もう注意ばっかりされてさ、限定ばっかりされて、もうそれで麻雀分かんなくなっちゃった。まあもう中学校の時もう毎日麻雀やってて、友達のジュンってやつの家に、で、毎日麻雀打ってたんだけど、うん、で、兄ちゃんもヤンキーで、うん、父ちゃんも悪い人で、うん、ほんで、俺たちが中学生だよ。うん、20円とかでやってんのに、うん、割り子。入ってくるんですよ、うん、お父さんとかめっちゃ強いのよ、うん、もう全然勝てなくて、うん、ほんで800円とか負けるのよ、うん、こうするとお前遊びに行くとお前慎吾お前今日小遣い日だよなとか言ってお前800円よこせよっつって、うん、それが悔しくてね、うん、それも悪い大人だね。いやだけど、うん、それのおかげで強くなったよ。なるほどね。そのまあでもそれはあるよね、強い人だって、はい、強い人だってその小遣い日に800円取ってくるんですよ俺から、うん、中学生の800円なんて絶対嬉しくないでしょ。でもそれを取られないようにするために強くなる。強くなる。大丈夫大丈夫。あの父ちゃんの教育の仕方だったのかなと思って。ああ、どうなの？ 800 円もらっても多分嬉しくないんですよ、父ちゃんは。まあまあそう、ね、あそうだね。そうそうそう。800円。お前これで強くなれよ、みたいな、うん。取ってやらなきゃいけないと思ってんだね。そうそうそう。あなるほどね。父ちゃんと兄ちゃん超強かった。ポジティブ。なるほど。ちょっと、みんな空いてんだけど、空いてない人がいいんだけど。で、桜井さんは。じゃあ、もうね、氷結なくなっちゃった。やっぱ第一やってた頃に。何でもいい。ギャラがそのホテルの冷蔵庫かななんかに入ってたんで、ギャラがね500万ぐらい。それをそのままにして歩いて帰った。歩いて50円のラーメンを食べて帰ったっていう。ラーメンが50円の時代の500万って言ったら、そうそうそう。でもそれを桜井さんを置いて帰って、なんでもらっておけばいいじゃん。要はそのなんか納得できなかったですかね。の飲まれたくないんだって。いや飲まれたくない。その麻雀に負けたくないというか、そういう欲とかに負けたくないというか、うん、そういう風にならないとやっぱ神の領域いかないですね。いかないのかもしれないね。俺ジャイさんハイボール大丈夫ですか。あ、僕は氷結。氷結の方がいいですね。ないですか。あ、僕いいです。ウロンちゃん。男梅もあるかな。男梅。これない。男梅確かに。これ何時までやるんですか。もうそろそろあれですね。もうそろそろあれしましょうか。拾えないに見えないから拾えないんで。目がね。アマゾネスが生まれたか。じゃあでも今度本当にちょっとみんなで決まったお金、うん、決まった軍資金でちょっと競馬でもボートでもちょっとみんなで行きましょうよ。勝負しますか。うん。あ、それでお金出そうよ。ね。はい。それが簡単そうですね。それ面白そう。そうね。まずは一旦すぐできそうなのは。うん、そうだね。協定がいい。だから協定にしましょう。あんまりジャイさんも協定は得意じゃないでしょ。いや一通りじゃない。得意じゃない。一通りでもやってるでしょ。でも。でも得意ではないです。あ、じゃあちょうどいいじゃないですか。まあそうね。僕やったことないです。初心者。初心者。はい。そうなんですか。協定も、まあ、競馬も2回ぐらいで。はい。じゃあまあ口約束ですけど。はい。まあ毎日やりましょう。はい。ボートはね、6艇しかないんで。まあ当たりやすい。そうそう。私2回やって、うん、1回勝った。へぇ。勝率50%。これやりたいんだよね。なんだけど、初日は3000負けて、2回目は8万ぐらい買った。あ、これ違うんじゃない？これ、関さん違う？もう何でもいいっすよ。こっちじゃん。わかんない。合ってました？合ってる。マジ。ハイボールの、俺がこれ飲めばいいかな。じゃあ、どっちかが。ジャイさんがまずいっすよ。これもまずい。どっちもまずい。これウーロンハイじゃない？じゃあ、ハニーズセンビでコメントして。まあまあ、ベロベロ。あ、ハニーズの人見てるの？見てる、うん。本当に？かやもりさんとか。じゃあ、じゃあこれあげます。さやかは寝てる。多分。
そしたらせ、時間も時間なんで、はい、最後、いけてるやつ一杯一気して終わりましょうか。オッケー。そんなの。いや、俺テレビで一気に。テキーラ。じゃあ、ジャイさんは飲まなくて。はい。テキーラの。あと一気とか、ママベロベロ。一気とかやめた方がいいよ。ママベロベロ。っていうスタンスで。まだ酔っ払ってねえよ。ジャイさん長く見たいっすよね。パチンコはやんないですか？パチンコはもうほとんどやってないですね。まあたまに時間が空いた時にちょっとやるぐらいで。最後あの。かわいい。かずみちゃんのおまじないはね、オリジナルのはない。じゃあ。もうこういう感じなの。うん。もう終わりやね。あ、すみません。ですはい。あ、いいっす。MC。え？これあれでしょ？でしょ。誰が飲むの？なんで私のショットグラスがないよ。あもう一個ショットグラスありますか？二個しかないですよね。はいはいはい。でこれでキャップでキャップでキャップでこれでいいよ。これでいいってママベロ。ええー、じゃん。もうコメントもうコメントでママベロベロって書かれてるけど。それキャップでキャップでキャップでいいってキャップで大丈夫。大丈夫。キャップでキャップでいいって大丈夫よ。まあそう。はい、今日はですね、はい、まあだいぶあのちょっとこうギャンブルによった話後半ねそうですね、なりましたが映画の話もした映画の話もした俺離婚役の話したかったもっとあ離婚役の話ねそうだよ面白いんだじゃあだから今度さ、うん、あの太陽が、うんうん、読んだらまたわかりましたあそうしましょうそうしましょうちょっと持ってきてあ本あるよそれをなプレゼントそうで3冊ぐらいあるでしょうんあ、でもさっきね、コメントも来てましたよ。あ、本当ですか？俺もそれ読んで離婚しようみたいなコメント。いやいや、違う違う。あのね、読んで離婚しないから。読んでないから分かんない。そうそう。読んでないから、読むと、これはね、そう、離婚をしないための本なんですよ。うん、結局、はい、あ、言っちゃダメか。うん、言わない方がいいか。ね。まあまあ、でも言ってもいいんですけど。結局、そのね、はい、大事にしようって話なんですよ。はい、一応、サイン入りで。サイン入りで、サイン入りでですね、ジャイさんのサイン入りで3冊、はい、いただきましたので、来週の、ね、来週の放送でクイズで、視聴者プレゼントをしたいと思います。ジャイさんの著書ですね、離婚役、うん。それ以外にもですね、勝てるギャンブルという本もありますので。僕ら、活字苦手なんですけど、うん、スッと読みました。あれ、離婚歴あんだっけ？ないです。あ、そうか。あ、僕、×2 です。あ、×2。まあ、とにかく、どっちにしても、読む価値はあると思う。×2 です。×2多いな。じゃあ、今日は、はい、インスタントジャイさんとジャイさんとですね、重いな、これ。日本プロマージャン連盟の佐藤和美プロ。はい。はい。に来ていただきました。ありがとうござい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 ます。ありがとうございます。イソジンこれイソジンみたいなこれシロップみたいでしょお別れしたはい一旦コマーシャルいきましょうかあじゃあ一旦コマーシャルで一旦コマーシャルいきます、はい、ありがとうございました、はい、じゃあジャイさんと佐藤和美プロでしたありがとうございましたありがとうございました池袋東口を出て徒歩5分ボイススタンプルナレーションボーカル収録が3500円から当日受付 OK スタジオ内見学 OK あ、そうだ、スタジオシグナル行こう。スタジオシグナル。はい、はい、お疲れ様でした。パパが上に出てるですね、うん。お疲れちゃん。お疲れちゃん。はい。歌ね、今日ね、いけるじゃないですか。いや、ないでしょ。佐々木さんどうなんですか。うん、封鎖できません。できない。はい。今日はじゃあ歌できないんで、うん、アカペラで歌おうか。アカペラでいいんじゃないですか。アカペラで歌おうか。はい。いつもはね、エンディング初めて見た方は分かんないと思うんですけど、うん、エンディングソングとして Q さんがカラオケを歌うんですよ。そうなんですね。でそのセッティングがね、はい、クイズの時間は来週やります。来週、クイズは来週ジャイさんの本をかけてやりますので、うんうん、本をかけてはい、うん、やりますので、今日はもう12時半ですから、うん、Q さんの歌を聴いてお別れしましょうか、はい、ね、じゃあ一曲歌いましょうかどうしてさ、うん、俺の知ってる歌にしないの Q ちゃん見てます誰ですか誰でしょうねマイコマイコ、マイコ今度中本行こうぜ。行きましょうか。
これ誰のなんですか。清水翔太。そう。ああ、あいつだろ。そう。マジで。ああ、翔太な。うん。うん、はい。うん。カラオケないと無理でしょ。いやいや、まあ別にいいですよ。じゃあワンフレーズだけ、ワンフレーズだけちょうだい。ワンフレーズね。ワンフレーズだけちょうだい。はい。清水翔太のね、はい、花束の代わりにメロディーをっていう、はい、歌詞見なきゃ分かんないんだけどね、はい、なんか言います、僕、知ってる曲ならさ、僕がなんかできたのに、うんうん、ああそうか、Every day Every night 君を思ってばかりでどうにかなりそうなんだ、結構やほんの少しのためらいに立ち止まって愛の痛みを知ったよ、今時を止めるのさ僕にしもうちょっと分かんなくなっちゃう。やめましょうか。やめましょうか。やめましょうか。あ、花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声をいつも遠くから君を見ていた。でも今日は僕を見つめて。ありがとうございます。今日はね、カラオケがちょっとセッティングができなかったということで。はい。はい。怠慢ですね。斉藤さん怠慢ですね。はい。もう差しでね。はい、差しで。カラオケよりアカペラの方がいい？あ、よかった。嘘。誰そんなこと言ったの？だからなんか、あれじゃないですか？もう。はい、そういうことじゃないですか。うん、あ、まあ、とにかくね、パチパチありがとうございます。今日も30分おっしゃいましたけど、うんうん、皆さんね、最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。いや、楽しかった。楽しかったね。うん、ジャイさん大丈夫？ね、本当こんなに踏み込んだコメントしてくれたけど、ね、こんなとこ来ていただいて、あんな気さくに一緒になんか ね話していただいて、うん、ありがたいですよね。うん、慎吾さんの無言コーナー、うん、なんだろう無言コーナー、うん、たまに黙ってる時あるじゃないですかそうなの、わかんないけどもういっかみたいな、うん、はいはいはい、はい、ね、ありがとうございます、ね、いい人だったね、いい人、本当にね、優しい、あの兄貴ですよ、優しい兄貴、ね、これもうちょっと応援すること決めました、あの人、どうですか、うん、お前じゃなくて、ね、俺じゃない、ジャイさん、ジャイさん、俺じゃないの、うん、好きになっちゃった、好きになっちゃった、好きになっちゃった、ジャイさんのこと好きになっちゃった、応援する、応援しちゃう、まあ、応援するんだったらやっぱりインスタントジョンソンの応援団のコントは知っとかないとダメだよ、あ、そう、そこ、それはいいや、うん、応援団のコントはちゃんと、あ、それ見た方がいい、見た方がいいの、そうそうそう、何パターンもあるからね、あ、そう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 、来週は、うん、締めましょうか、締めましょうか、はい、来週は、レゲエアーティスト、はい、レゲエアーティスト、歌手の、歌手のミッキーリッチさん、ミッキーリッチさん、はい、が、ゲストで、ゲストで来てくれる、どうしたのこの番組、そんななんかすごい人がどんどん来てくれていいの、そうですね、だから、うん、今25、6とか30ぐらいの人は、はい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 、絶対してるんじゃないですか。ケンユーの、うん、どこどこでも、ねね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 と、ミッキーリッチの、ポワイニエ、ワイニーは、まあ大体知ってると思うんで。ヤーマン。そうそうそう、知らない人だ、ね、俺知らない人だ、ね。俺は完全に知らない人だ、ね。知らない人だね。うん、が、来ますので、はい。で、ミッキーリッチ、僕仲、仲いい感じなんで、おもともと、すごい。はい。歌ってももらおうかなとかね、うんうんうん、いろいろ、いろいろちょっと企んでますんで。はい。来週も楽しみに。はい。はい。ね。で、あと、あれでしょ？パパの友達のさ、うん、AV 男優。AV 男優も来るでしょ？ AV 男優。そう、うん。女性向け AV の綺麗な、うん、あ、イケメン、あの、男優が来ます。そうでしょ？はい。あ、だから俺は、あれだ、来週テレフォンショッキングと、うん、あのゲストの間にクイズやっちゃおうかな、うん、でも最初に言っとけばいいんじゃない、1時間半やるよっつって、来週1時間半やるよっつって、うん、そう、来週もだってテレフォンショッキングゲストでしょ、うん、30分でしょ、うん、でゲスト30分でしょ、ミッチリッチ30分でしょ、もうそれで1時間でしょ、で
来週こそはまたね、もう本の視聴者プレゼントもあるからクイズやらなきゃいけないし、やっぱ俺最後歌わなきゃいけないから、歌わなきゃいけないですね、はい、いやじゃあやりましょう、うん、来週1時間半でやります はい、よろしくお願いします、はい、ちょうど今日も1時間半やったんでね、はい、はい、あ、ケンキツさんありがとうございます、楽しかった、ありがとうございます、もうなんか俺ちょっとケンキツさんのことも好きだな、俺も、うん、ね、キーちゃんも本当に続いてありがとうございます、クイズの時間ね、なかったんだよね、中本ね、誰だか知らないけど中本行こうだって、うん、あれマイコ、マイコ俺のこと口説いてんのかな、うん、マイコ俺のこと口説いてるでしょ、あれマイコ知らないかな、マイコ知らないか、なんで、ただね、マイコ、うん、中本行こうってことは俺のこと口説いてるってことだよ、あ、そう、うん、そうなの、俺と行くし、行くし、行くし家から一番近いところがね、町田店なんだよね、ああ、いいね、まあ、行くし、町田店、嘘、これで橋本店行ったし、あ、俺がいないときは遠いとこ行くよね、あ、そのフェイスブックの件触れます俺がいるときは池袋とか新宿とかしか行かないけど、そんなことないですよ、うん、はい、というわけで、はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます、ね、ありがとうございました、また来週はですね、はい、また2組、はい、ゲストということで、はい、頑張りますので、また来週もよろしくお願いします、よろしくお願いします、それでは皆様おやすみなさ い、飲んでからにしよう、あ、ほら、お疲れ、ほら、おやすみなさい、おやすみなさい。